ボールを入れるのがホイナスキ。空いたですよ、裏返してね、はい、シュートしたのがジェプカ、膝の後ろを痛めました横山、今日は元気です。さて11番トスカ、シューティングレンジに入ります。こういう辺のパスミスはいけません、今も川勝くんなんですがね、はい、まあ、ちょっと今度は川勝くんのミスが目立ちますけどね。川勝、逆に川勝がまだちょっと判断に苦しんでプレーが見られますね。ちょっとやっぱり前田から風間、はい、危ないですね。オコンスキーです、真ん中に返しました、ブダのシュート入りました。オコンスキーからブダのシュート、前半9分30秒、鮮やかなキャプテンブダのシュートが決まりました。まあシュートは素晴らしいね、コントロールされたシュートで低いのが隅に行きましたね、はい、これはまあ素晴らしいシュートだったんですが、シュートに入るまでの相手のチャンス、ここですがね、はい、日本がボール持ってんですよ、前田ですね、はいはい、このボールをここで風間、はい、簡単にカットされてしまうんですね。オコンスキーですね、スコーランド代表、スッと入りますね、はい、あ、岡野さん、今のスロービ、まあちょっと立ち上がり3回ぐらい私危ない危ないと言いましたがね、全部味方の日本が持ってる時から危ないという感じなんです ね、 そうでしたね。これがまあある意味では若さですね、まだね、そのためにいい展開がなかなか作れない、早めに早めに作る、まあ、こういうところですね。ここは9メーター15離れなければいけません。横に流してそのままだと思いますね、はい、これですね、直線になりましたね。もう一遍ブタのシュート、オコンスキーです、あの体勢で先端にできます、さあシュート、ジェプカ、ブタへのパスが通りません。ボール取ったトスカ、そのドリブル、うまいこと、トスカのドリブル、そして川勝、さらにトスカのシュート、西村、パスが通りません、長谷川へのどうしてもパスが通りません。ノビスキー、ノビスキー、ノビスキーのマーク、ノビスキーのシュートのチャンス、ノビスキー突っ込んだ、ノビスキー、シュート入りました、ノビスキーのシュート、29分、ポーランド2点目。もう単独ドリブルですよ、今のもね、ちょっとここですがね、ここで取れたんですよ前田君ね、はい、それ空振りになって突破されてしまったですね。今の伸びやりながらですね、感じると思うんですよ、はい、ボール触ってないなというのが、なるほど、ほとんどボール触ってないぞと、そうですね、そしたらやっぱり今までってやり方変えないといけませんね。ヘディングシュート、もう決定的ですね、これも見てみましょうか、3人いるんですよ、はい、ところがここで抜かれますね。まあ今、はい、風間君やなんかみんな大学の試験の時期も重なっててね、ちょっと練習やりにくいと思いますが ね、 そうですね、現に風間もケミ川の合宿に一番遅れて入ってまいりました。トスからマークを外したオストロフスキー、川勝、センタリング、さて待って、吉田のシュート、惜しい吉田のシュートでした。今はいい形でしたね、はい、完全に崩せましたね、右側でね、ちょっと長かったけれども、実にここでうまく回り込みましたね、はい、風間ですね、はい、風間君です、風間のセンタリング、吉田の右足のシュート、前半、ここで川勝に通ると面白くなる、はい、川勝に通りました、12番川勝、前向いてプレーしなきゃいけませんね、後ろ向いてましたね、これでは相手に取られてしまいます。そのね、はい、ミスした後自分がやったんだから戻んなきゃいかんですよ、そうですね、はい、この攻めがいいです。須藤オーバーラップしました、フルバックのホイナスキ、パスが強いですね、はい、ジェプカからホイナスキー、ホイナスキーのセンタリングヘディング、素晴らしいヘディングバラン、
前半はあと30秒ぐらいです。風間をマークするキャプテンのブダ、弱いですね。失敗しました川勝のパス。さあシュートシュートのパス、ふっと回しました。余裕があります。ノビスキーのシュート。渡辺監督が病気で倒れた川淵監督が引き受けました、はいはい。まあ、ワールドカップ予選には負けましたけどもね、これからの大きな目標ってやっぱりオリンピック出場ですからね。そうですね、はい。まあ、なんと言いましてもね、ワールドカップもありますが、日本の場合にはオリンピック、この2つが一つの大きな目標ですね、はい。ゴール前には長谷川がいます。風間のロングシュートや川勝のロングシュート、1対0でもいいから後半は勝つというやり方をやってほしいですね、はい。頭の切り替えですよね、はい。長谷川、長谷川戻ります。西村からそして戸塚、この辺のパスワークはいいです。そして川勝、須藤が上がりました。須藤のロングシュート、いいじゃないですか。さて戸塚です。前田君が上がったですね、はい。前田上がってましたね、はい。ここでセンタリング折り返しできるか、折り返してシュート、強烈、惜しいですね。横山でした、はい。前田君がいいところに上がりましたしね、はい。やはりキャプテンですね、このね、上がった後、この後ですがね、ここからパスが出ます、はい。やっぱり体をね、実にうまくくっつけられてくるんですがね、それをやっぱり振り切りますよ。全日本のいい攻撃でした。ここで横山のシュート惜しかったですね。全日本は柱谷が入りますね、はい。攻めをやっぱり川淵監督1点欲しいという気持ちでしょうね。川勝に代わって柱谷が入ります。柱谷君というのはあのセンターフォワードとしてはスピードもありますし ね、なかなかいい選手ですよ。それをハーフの川勝君と変えるんですからね、やっぱり攻めようということでしょうね。みんな一つの点入ってきちゃうんですね、4つ目のコーナーキック、あっとヘディング、惜しいですね。惜しいですね、日本の惜しいシュート、惜しかった。あ、ぜひ見てみたいですね。キーパーが出る前にね、はい、短いコーナー近いコーナーの方で勝負していったですね、惜しかったですね。プレーをしますね、フランコスキーのスローイン、こういうところですね、はい。もう一遍フランコスキーセンタリング、危ないですよ、シュートチャンス、危ない、まだボールが生きています、危ないところです。キャプテンのブダ、ブダのシュート、危ないですね。奪い返しましたが、すぐまたポーランドバックアップ、フランコフスキー、橋田谷が取りました。さあ突っ込みたいところ、橋田谷、3人4人マーク、橋田谷に突っ込みます。シュートできるかどうか、橋田谷シュートのチャンス、橋田谷のシュート、惜しいですね、惜しい、すっかり場内が暗くなってまいりました。国立競技場です。いいところ出たでしょ、はい、いいパスが出ました、はい。さあ日本のチャンス、シュート、これは難しいところでした、惜しい。もう時間がほとんどなくなりました。日本の最後の攻撃です。吉田、戸塚、風間、右橋谷、さあ橋谷がこれ突破できるか、センタリング、ワントアップしてシュートのチャンスだ。吉田のシュート、入りません。残念無念、吉田いい抜けてチャンスがね、今は、はい、ここから外に開く、それを低いボールで思い切って返す、トラップして振り返り球、シュートですね。ここで試合終了です。惜しいですね。